スタートしました。ちょっと藤木関が立ち遅れました。さあ先行争いに入ります。まず中をつきまして TMB が上がってまいりました。体半分のリード、2番手は2頭並んで外を追走がジュディパートナー、その内からは1番のシェルクイーン並んでおります。あとは2馬身から3馬身遅れました。ハイマート Z が追走、1馬身差、内から行ったのが杉の子大王、その後は半馬身遅れまして藤木関は後ろから3番手、その後は2馬身から2馬身半差メジロミルザム、最後方は4馬身ほど遅れまして金沢ローマンの体型です。各馬第3コーナーのカーブに入ってまいりました。TM ビガー先頭でリードは1馬身ぐらい、そして2番手にはシェルクイーンぴったりとマーク、あとは2馬身遅れましてジュディパートナー、その内からは藤木関が単独3番手から前を伺う体勢まで上がってまいりました。あとは3馬身差ハイマート Z、 内に入った杉の子大王で4コーナーのカーブです。 TM ビガー先頭で体半分のリード400を切りました。外からじわっと差を詰めるシェルクイーン、そして大外を回った藤木関で直線コースに向きました。おっと後続7番のハイマート Z が落馬、4コーナーでハイマート Z 落馬しております。さあ直線コースを向きまして前の争いはここで藤木関が先頭に立った200を切りました。2番手争いは内懸命に TMB が粘っておりますが、ストーついて1番のシェルクイーン、3番手から2番手並んでまいりました。あと100を切りまして先頭は2番の藤木関独走体制、藤木関先頭でゴールイン、2番手には1番のシェルクイーン、その後に5番の TMB がと入っております。